深夜に食べたいシシリアンライスを作ります。材料はこちら。サニーレタスは適当に刻みます。トマトは4分割で、牛肉に日本酒、ニンニク、生姜、蜂蜜、最後に返しを入れます。はあ、返しの作り方は概要欄で。もみもみします。このまま15分つけます。その間懐かしいおもちゃで遊びましょう。フライパンに牛脂を入れて、肉をそい、肉が変な色になるまで炒めます。ああ、いいっすね。盛り付けます。はい、いただきます。うまい、うまい、うまい。高評価並びにチャンネル登録お待ちしております。あなたからのツイッターフォロー泣いて喜びます。